こんにちは、こんばんは、ヤスルです。世界中のテレビが見れるとか、かなりの怪しさで人気のテレビボックス、3製品紹介したけど、結局どれが一番いいのってのを今回は説明してみたいと思います。3兄弟で一番使えるやつはどれだ。シビクラウド 9P、UFAT 10P、UBOX 11。似ているようで微妙に違う3兄弟、今一度おさらいをして比較してみたいと思います。比較した上でヤスルが買うならこいつってものをズバリ言っちゃいます。3兄弟で一番優秀なのはドイツだ。それではどうぞ。それではね、まずハードの比較からしていきたいと思います。シビクラウド 9P から見ていきましょう。シビクラウドは他の2つとは見た目のテイストがちょっと違いますね。少し丸みを帯びたメタリックな外装でシックなインテリアに合いそうです。リビングに置いてあっても違和感がない感じ。他の2機種にあるアンビエントイルミが装備されていません。見た目は一番スタイリッシュだと思います。インターフェースはね、左上の通り。特徴としては光デジタル音声出力があることですね。 SoC はオールウィナー H618、 RAM 4GB、 ROM 64GB です。オールウィナーは珍しいですね。 OS は Android 12。見てわかる通り技的認証は取得してないので、国内で試しに使う場合は特例制度を申請しましょう。サイズ感は3兄弟ともほぼ同じ、約12センチ角で厚さ2センチほど。中でもシビクラウドは一番小さくて薄いです。付属のリモコンはこれ。下の方に Google Play や YouTube、 カスタムできる4つのキーがあるのが特徴。リモコンの使いやすさはシビクラウドが一番かな。続いて UFAT 10P、 真っ暗なボディが特徴です。白い帯状の部分がアンビエントイルミ、電源が入ると光ります。 UFAT のインターフェースはシビクラウドに比べると多いです。マイクロ SD スロットとアナログ AV 出力が増えた感じ。中身の SOC、RAM、ROM は共通でしょう。シビクラウドに比べると少しだけ厚さがあるサイズ感。外装がプラスチックな感じがしてちょっと安っぽいですね。底面にはフック穴があります。壁掛けとかできるかも。付属のリモコンはこれ。シビクラウドのリモコンより小型、丸みを帯びた外観で厚さがちょっとあるタイプ。持ちやすい形状といえばそう。個人的にはキーを押した感じが少しふにふにしてて好みじゃないです。最後に UBOX11。 UFAT とは対照的な真っ白のボディ、光沢がない白なので UFAT よりは安っぽさはないです。こいつもアンビエントイルミが点灯します。インターフェースは UFAT と似てるけど、光デジタル音声出力が省かれています。サイズ感は UFAT とほぼ同じ。個人的に気になるのは天面の中国語の文字くらい。こいつも側面にはフック穴がありますね。外装は UFAT と共通かと思いましたが、そうではなさそう。シビクラウドは排熱穴もないつるんとしたもの。 UBOX の外観はすっきりしていて好印象ですね。付属のリモコンも白いもの。見た目もキーを押した感じもいい感じ。キーの操作レスポンスが良好です。シビクラウドのリモコンも操作感は似ています。シビクラウドのリモコンよりカスタムキーがない分コンパクトで扱いやすいサイズ。それぞれの IO 一覧を並べるとこんな感じ。一番 IO が豊富なのが UFAT、 一番少ないのがシビクラウドです。ただ一番少ないシビクラウドでも不自由することはないでしょう。積極的な選択で言えば、マイクロ SD スロットが使いたい、アナログ AV 出力が使いたい人はシビクラウドは×、光デジタル出力が使いたい人は UBOX は×ですね。リモコンに関しては個人的な意見になりますが、 UBOX、シビクラウド、UFAT の順ですね。理由は操作感の良さ。 UBOX とシビクラウドのリモコンキーを押した感じが好印象。ストロークが浅めでクリッキーな感触。ソフトキーボードの入力時などカチカチと複数回キーを押して操作するときなどレスポンスが良くていいです。そしてシビクラウドのリモコンはアプリを直接起動できるカスタムキーが追加されているのですが、その分リモコンが大きい。これが私にはマイナス点でした。UBOX のリモコンサイズ感がちょうど良かったです。じゃあ UFAT のリモコンはどうなのってところですが、キーの感触がよろしくない。他の2つのリモコンに比べて若干クリック感が鈍い。といっても3つともメンブレンじゃなくてタクトスイッチなので、大きな違いがあるかと言われればそんなことはないのですが、
触るとわかる感覚といったところでしょうか。リモコンでできることは3つとも同じで、エアマウス機能、音声入力機能もちゃんとある。違うのはシビクラウドのカスタムキーくらい。まとめると、ハード的な違いでこれが一番って積極的に勧められるものはないですね。多少の差異があるからそこが気に入ったなら選んでもいいんじゃないってレベルです。違いがあるのはソフト的な部分、これで選ぶのがいいと安部は思います。ソフト比較行ってみましょう。それではソフト的にどんな違いがあるのか見ていきましょう。最初にシビクラウドから。シビクラウドのホーム画面は落ち着いた感じ、スタイリッシュで見やすいデザインです。シビクラウドで特徴的なのは子供向けのコンテンツが豊富なところ。具体的にはヨーグルトキッズアプリです。あまり詳しくは見せられないのですが、なんとなく察してください。お子様向けのアニメなどのコンテンツが多数見れます。これは他の EVPAD や UBOX ではないアプリです。基本的には中国語の音声もしくは字幕のものが多いですが、日本語音声のものもあります。画質はコンテンツによりますが、見た感じ HD くらいが多そうです。フル HD 以上の解像度のコンテンツもありますが、帯域の関係なのか私の環境では多くありませんでした。なんとなく見たことがある気がしますね。何かは言いませんし言えませんが、こういったコンテンツが多数用意されています。もちろん大人向けのコンテンツもあります。シビクラウドではこのヨーグルトというアプリが動画コンテンツを網羅したアプリになっています。世界のテレビ放送のリアルタイム視聴やカテゴリー分けされた様々な動画コンテンツが見れます。シビクラウドは17カ国のテレビ放送が視聴でき、国内は57チャンネル。リスト表示するとなんとなくわかりますね。ちなみに有料番組は基本ないと思ってください。動画コンテンツは大きめのサムネで表示されるので分かりやすいです。もう少し詳しく見てみましょうか。カテゴリーを選択すると左側に検索、フィルターなどさらに細かく絞り込みができます。フィルターは選択式なので簡単操作。地域で日本も選べますね。絞り込むと日本語が含まれるサムネが表示されました。お見せできないのが残念ですが、ブルーレイと表記のあるサムネもあります。おそらくフル HD 以上での解像度での視聴ができるはずです。新旧さまざまなコンテンツがあって感心しますね。テレビボックスの購入を検討している人が興味のあるコンテンツはもう一つありますよね。シビクラウドではチェリー TV というアプリが提供されています。パスワードは898989。いらっしゃいませ。紳士的な世界へ。さっきのヨーグルトアプリと同じ感覚で検索フィルターがかけられます。適当に再生してみます。肌色多めですみません。画質は HD かフル HD 程度です。十分目的達成できるレベルでしょう。チェリー TV はコンテンツ数も多めで、フィルターを使えば見たいコンテンツも比較的楽に探せます。というわけでシビクラウドのソフト的なまとめ。ホーム画面はスタイリッシュで、リビングのテレビに映しても違和感なし。テレビ放送、リアルタイム視聴は17カ国、国内57チャンネル。子供向けコンテンツ専用アプリあり。紳士的コンテンツはそこそこ多い。紳士的コンテンツはそこそこ探しやすい。3兄弟の中では最高発なだけあって、使いやすいアプリ導入や構成になっている印象です。続いて、UPAD10P。ホーム画面の構成はシビクラウドと似てますね。いや、シビクラウドが EVPAD に寄せてるのか。シビクラウドほどスタイリッシュな見た目ではありませんが、同じように分かりやすい構成。アプリ一覧はこんな感じ。ちょっとアイコンが小さめ。シビクラウドと同じように様々なコンテンツが見えるアプリが VenusV10。振り返ってはプレイバック、テレビ放送の過去分が見えます。そしてライブはテレビ放送のリアルタイム視聴。EVPAD は17カ国のテレビ放送が視聴でき、国内は45チャンネル。ちょっとチャンネル数は少なめですが、主要なチャンネルは見えるので不満はないはず。
その他の映像コンテンツはシビクラウドと同じ感じ。検索、フィルタリングも同様に可能です。IVBUD の紳士的なコンテンツを視聴するアプリは秘密ハナトロ。パスワードは6868。細かくカテゴリー分けされていますが、ちょっと探しにくい感じ。コンテンツ数も少なめなので、良いとこなしかと思いきや得意なものが一つ。FT2 のコンテンツが多数視聴できるようです。なのでそれが見たい人は迷わず iPad。そう覚えておけば OK です。コンテンツ数が少なめといってもね、十分すぎる数があります。唯一気になるのが検索フィルタリングがないところですね。というわけで iPad 10P のソフト的なまとめ。ホーム画面は分かりやすく使いやすい。テレビ放送リアルタイム視聴は17カ国、国内45チャンネル。紳士的コンテンツも他と比べると少なめで探しにくい。だけど、FC コンテンツが多いのは丸。おそらく最後の項目がないと進めないかな。刺さる人にはぜひどうぞという感じです。最後は UBOX 11。ホーム画面を見ると、これまでの2製品とはちょっと毛色が違いますね。ちょっと古めのインターフェースというか、この3兄弟の中ではナンバリングが11と一番兄貴分です。どうせ1年もしたら見えなくなるんでしょってご意見をいただいたりするのですが、だいたい1年に1回モデルチェンジをしてナンバリングを増やすと考えると、もう11年もこの道で頑張っている製品なんです。いろいろアゲインストの製品だと思いますが、11年も継続してナンバリングしている製品なんてなかなかないですよ。ナンバリングが10超えてるなんて GoPro くらいじゃないですか。 UBOX の総合コンテンツ視聴アプリは UPMovie です。テレビ放送、映像コンテンツ、紳士的なのが全部これで見れます。ライブ TV がテレビ放送のリアルタイム視聴。 UBOX は19カ国、国内に72チャンネルのテレビ放送が視聴できます。チャンネル数は最多です。ローカル局も結構リストに入っています。とにかくいろんなチャンネルが見てみたい人は UBOX が最適です。そして紳士的なやつもおそらく最多。パスワードは1818。さらにね、探しやすいんです。左にカテゴリー、上にフィルター。サムネも大きめで見やすい。テケテケの部も選択できます。画質も一番いいかも。その代わり回線速度や帯域がある程度ないとバッファリングが頻発する印象。あとね、 UBOX にしかできないことが一つ。 UPMovie アプリにあるスマホアイコン、表示される QR コードからスマホアプリ UP 映像をダウンロードします。ダウンロード後、 UP 映像アプリを起動してメールアド、パスワードと表示されている招待コードを入力すると、 UBOX で視聴できるコンテンツがスマホアプリで見れる。 UBOX いらんやん。もちろん紳士的なものも見れますよ。その名も深夜版。パスワードは UBOX と同じ1818。ほら、こんな感じ。スムーズな再生、全画面再生にも対応。すいません。とにかく UBOX を持っていればスマホでも見れるってこと。この機能はなかなか目玉の機能じゃないでしょうか。最後に UBOX 11のソフト的なまとめをするとこんな感じ。ホーム画面はちょっと古い感じ。テレビ放送リアルタイム視聴は19カ国、国内72チャンネル。紳士的コンテンツ数もおそらく最多。そして探しやすい。スマホでも視聴できる機能あり。高画質コンテンツが多め。ちょっとローディングが長い。ホーム画面のデザインの古さとローディングが長い気がすることぐらいがネガ要素。それ以外はこれといって不満はなし。スマホやタブレットで視聴できるのは丸。それでは最後にね、ヤスルが3兄弟の中で最もおすすめする製品を発表して終わりにしたいと思います。3製品の特徴をさらっとおさらいしてみました。この中でね、最もヤスルがおすすめする製品の発表です。最もおすすめするのは UBOX 11です。ハード的には3製品ともほぼ横並び。ハード的にはどれを選んでもほぼ変わらないでしょう。選んだ決め手はやはりコンテンツ数と検索フィルタリングのしやすさです。時点のシビクラウドはその点では良いところ言ってます。最後の一押しはやはりスマホ、タブレットでも利用できるところ。
なんならそのスマホアプリだけで販売してもいい気がしますが、それは大人の事情であえてしないのでしょう。シビクラウドの子供向けコンテンツが必要な方はそちらを選んでもいいと思います。残念ながら UPAD 10P は積極的に進める理由が見つけられませんでした。強いて言えば FC のコンテンツがお好きな方はどうぞって感じ。というわけで最もおすすめするテレビボックスは UBOX 11でした。いかがでしたでしょうか。テレビボックス3兄弟似ているようですが、それぞれ微妙に特徴があって面白いですね。この動画をご覧の方は当然お分かりだと思いますが、全てが自己責任でお願いしますな製品です。そこをよくご理解の上楽しんでください。新製品が出たらまたご紹介するかも。製品サイトや購入先は動画の詳細欄に記載しておきます。ぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた。